農見堂跡は、神奈川県横浜市金沢区農県大森の山の上にある地蔵堂跡。古くから継承地として親しまれ、民の僧、新越禅寺が関心に読んだ、ここからの眺望こそが、金沢八景の由来といい、現代の町名、農見台の由来にもなった。横浜市の地域史跡登録地、竹明金沢八升夜景。 農民道からの眺望とされる起源は不明。平安時代の摂政、藤原道長が建てた草案だったという伝説がある。農民の由来は、景色がよく見えるからとか、平安時代の絵師小瀬加の丘が景色を描こうとしたが、あまりの美しさにうまく描けずのけぞったからとか諸説、ある。文明十八年のバイカムママクラに小恋み道とあって、少なくとも、 室町時代には存在したと考えられる。漢文の頃に、芝増上寺の地蔵院が、当地に移り、敵筆山地蔵院が建てられた。継承地として、人が集まり多川広重の浮世絵にも描かれたが、現在は跡地が史跡となり、金沢八景根元地の石碑が残るのみ、ハイキングコースとして整備され、梅の名所になっている。 1976年に同跡の平場や斜面等で発掘調査が行われた。ここより、西方の西青が第二は、鎌倉幕府執権、北条市の一門金沢市の城とされる青が大城、伝承地があるなど、周辺には中世の遺跡や伝承が残り、農民同跡も調査前に、山岳仏教的城西寺院跡であることが期待されたというが、発掘の結果、 その可能性は皆無とされた。ありがとうございます。